監督です。今日はよろしくお願いいたします。12歳の少年をされると聞いたときはどう思われました？いや、だからそうですね、12歳って小学生でこんなちっちゃい子ですから、ちっちゃいよ。いや、まあちっちゃいんだけど、ちっちゃいんだけど、もっとちっちゃいかなっていうイメージがあったので。いるよ、それぐらいいるえ、それぐらいの小6はいますよ。あ、本当ですか、うん、あ、ちょ、発育の早い子ってことですそうっすね、うん、まあこんな感じで乗り切りました、12歳は、はい、その横で春さんはその12歳の少年の、はい、まあ、悟役との会話のシーンも多かったですけど、はい、違和感はなかったですか？あ、全然なかったです全然なかったです。ちょっとお化粧してましたよねそうそうそう、なんか幼く見せる工夫 で、アイラインを、そうそう、私も入れてないのにそうそうアイライン入れてて、逆に入れてらっしゃって、うん、監督にずっと目張りは大丈夫かって目張りって言われてましたずっと、はい、そう、一番最後のシーンがちょっとみんなで笑ってたんでしょ、スタッフさんが。なんでかなと思ってモニターを見てみたらですね、こう革のカバンがあって、それも大事、スーツなんですよ、はい、こういうこの色ですよね。そうですね、劇中でちょっとベンガルさんからもらったって設定の一長羅なんですけど、こういう色のスーツ、まあ、ネクタイもして、うん、ショルダーですね、革のショルダーバッグを下げて、うん、歩き出す時のこうちょっと颯爽とした顔が、うん、ね、金八先生だったんですようわっ、なんか見たことあるなと思ってこれなんだろうと思ったら、うん、金八先生でしたね。紙袋とか持ってましたもんね。紙袋持ってましたね。先生っぽい。そのままですね。ちょっとゾッとしましたね。まあ、いわゆるもし倉科さんご自身が好きになった男性が男児男だったとしたらいかがですか？まず好きになりません。好きにならない。あ、もうその設定だと。好きになっちゃった人だったら多分、ええ。頑張ると思います。頑張って合わせようとすると思います。すいませんって黒島さん教えてますけど分かってたら好きにならないですよね、うん、あ、先にね後から知っちゃうとねそうということで、悟って役なのか浜田さんなのか分かんないですけど、必ず衝動的に胸を揉むっていう台本に書いてあるからです衝動的に胸を揉む男ではないですよ本能で言ってるわけではなく、ね、脈絡ないんですよね、タイミングとかが。なんか行く普通こうやってこうやって胸を揉むだろうっていうのをすっ飛ばした胸の揉み方なので、いや、なんかこう女優さんたちの方が嫌だろうから、ちょっとなるべくミスなくしっかりやらなきゃっていう気負いというか、気負いはすごかったですね。だからもうその胸を触るということで頭がいっぱいになって、セリフがぶっ飛んだことがあります。そうだったんです、ね。もう一回やりたいのかっていうのがありましたよね。キスシーン、何度もキスするのがあったんですよね、かなちゃんのやつとかね。で、かなちゃんは何でもやってください、もう何でも大丈夫ですからってすごい余裕だったんで。あたふたしてらっしゃいましたよね。何でもいいってどういうこと？何なんだと思ってパニックになりました皆さんどうも本当にありがとうございました。